せしました、はい、お願いします。今ケーキなんかも簡単に本当にできるような。そう、ね、びっくりして、私ももうスポンジからって思ったんですけど、うちのね亡くなった母親なんかはあれでしたよ、あのスポンジ系ケーキなんかでも電子レンジで簡単に美味しいのができるね、あれあるんですね、あのホットケーキの元みたいな形でしょ。それそれ、ホットケーキミックスも、うんうんうん、そうなんですよ、ホットケーキミックスみたいな、うん、あれでスポンジケーキのそのなんか粉があるんですよね、それで、あ、スポンジケーキの粉が、粉が、うん、それでね、そうなんですね、もうなんかいろいろなそういうふうな形で真ん中抜けて、ね、こういう型があればね、うん、それがで作って、それでうちの子供たちにそれこそあの作ってあれでした、ね、うん、なんかやっぱりあのケーキって本当に分量を、はいはい、あ、それぞれ材料揃えて、うん、量り機でグラム測って、はい、カシャカシャ振るってとか、はい、そこが大変だから、 それがね出来上がってるものとか、うん、あと本当そのうちバームクーヘンがちょうどあったから、はい、こういう形のを、はい、ポカッてするじゃないですか、はい、で間にクリーム挟んでフルーツ挟んで、それは本当ね、うそ、それで十分、うん、十分はありますね、もう雰囲気が味わえればいいから、うん、はい昔はね、うちの母親は料理が好きな人で、はい、それこそあの小麦粉から、はい、こうなんか専門のね、小麦粉をさらにこう、ほら、あの塊がならないように、うん、古いですよね、古いみたいな、カチ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 って言ったらもう、あれだとかね、で、手伝わされたんですね、小さい時、弟と、あ、で、そういうふうな部分でね、やってたんですけど、まあ、ケーキって結構大変なので、それ、やっぱりほら、買うのとまたね、違ってね、家で作るのはやっぱり美味しくないわけですよ、昔、昔は、まあ、そんなにね、うまくはね、うん、まあ、具材だけたくさんで、今は本当にうちの子供なんか本当におばあちゃんのそういう風な、うんうん、ケーキで育ったような形で、うん、もう簡単ですよね、見てて、うん、もう混ぜて、ペースリーでチンしたら、もう本当にふかふかのね、あれできて、それに生クリーム、小田さん言うように、ああ、そうそう、ね、で、白ネギもたっぷりこうね、使ってフルーツももうモリモリにできるから、そう、うん、そうなんですよ、ね、で、またね、小さい子供がいるご家庭だったら、うん、それがね手伝うのがね、また楽しいんですよね。そうですよね。そうそう、子供がね、ね、自分もちっちゃい時やってたから、うん、やらせてね、それがいいですよね、うん、買うよりね。そうそう、まあ、ちょっとね、うん、あの、まあ、もちろん買うよりは手間かかるけど、うん、でもいいんじゃないですか、バームクーヘンってね、こんなね、お子さんと一緒にこう作る、もう出来上がってるからほとんどね、うん、飾り付けのみみたいな感じなんで、うん、ちょっとサボってやります、うん、いや、いいと思いますね、ありがとうございます